大和ピュアラブです。タレントの中川翔子さんが、例のものの後に、全身が真っ赤になり、元旦から入院することになったということをツイートされていました。 えー、まあ、写真を見ますとね、まあ、かなり辛そうなことが伺えましたね。うん。えー、これからね、日本は3回目に移っていくんですが、まあ、おそらくね、まあ、今までよりもはるかに えー、こういうような事態になる人っていうのがね、増えてくると思います、えー。イスラエルではね、もうすでに4回目になってますから、まあ日本っていうのはね、まあ諸外国に追随しますから、まあ日本もいずれね、4回目も行くと思いますよ。うーん。 えー、そう、どんどん進んでいけばいくほどね、中川翔子さんのように、まあ倒れてね、入院していくっていう人が増えていくことになると思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。